今回はスターデブ1の釣りバカシュバルツカイン渚です。あ、起きてちょっと焦るのやめようよ。お怒ると怖いです。最初もちょっとうるせえなみたいな。まあでも渚といったら釣りだよな。そうだね、福岡、俺の地元でバカ釣りばっかやってくれてます。大阪でもやったしね。大阪ばかり。じゃあ福岡の大濠公園って感じでしたけど、で大濠公園とかめちゃめちゃ俺からすると懐かしいんだよ。おー、うん、たまり場だったし。そうあ、でかい公園でしょ。大濠公園とか、あとなんか海、海もやって、うん、大阪道東朝4時ぐらいに出て、そんなに40分ぐらい歩いて、池行って、うん、ブラックバス。ブラックバス。おお。なんかでけえな。食えるもんは釣ってないの？いや、うなぎとか釣ってる。うなぎ。うなぎ食ったんですか？食ったよ。マジで？釣って、うん、なんか生けすの中に入れて、泥抜きして、うん、ちょっと冷凍して、箸状にさせてから。さばけんの？マジで？すげえ。あれ？すげえ。あのさ、すげえ身内系的な話だけど、あ、聞いたっけ、調理師免許はないんだっけ？ない、それはないか。じゃあ、ちょっと他当たるしかねえな。でもまあ、大晦日が大活躍してもらうからね。うんうん。何を、うち、何を話してるのかはお楽しみ。すごいよね。魚持ってくるとかじゃないでしょ。まあ、さばけるはさばける。うん。だから、それもあってもでも面白いかなとは思うけどな。うん。いろいろちょっと一生考えようと。でかいマグロ持ってきてさばけない解体ショーみたいな。なんかちっちゃい包丁じゃない、でかいのじゃないですか。あとさ、なぎさんにさちょっとさ聞きてえのが、あのオタクのあやか、そこにいる、うん、知ってる、だからあやか言ってるんですか。オタクのあやか、そう、どう思う、一緒にやってて恥ずかしいかな。恥ずかしい。なんかさ、な別にさ、俺さこの野郎みたいなことさやってないで、普通に立ってるだけなのに、ごめんなさい、誰も何も言ってないのに、なんか余計な一言があいつから出て、ちょお前何なんってことから始まっていじられる。反感買う。ちょっとお前来いよ。やだよ。お前来いよ。怖い。来いって。来いって。なん来い。今考えていいっすけどね。そうだよ。でも生意気にさ、あの、うん、こいつのなんでやねん、俺が司会やり始めて最近いっぱいやってるじゃん。再生回数一番。あれはビビるだろ、だって。うんうんうん、もしくは自分で回してるから。そうです。どうなの？面白い。めっちゃ面白かった。パーカー買ったら幸せな気持ちになれるとか言ったんだろうと思って。6000円からとかね。サイズも X って。で、まあそんな。いつも余計なことばっかりなんだよ。だからいじられる。また締め方。しかもさ、俺だってここ、あ、避けてるのにさ、わざわざ、しかも手でやってるの。うわ、美味しいとこ持ってくな。あれ、心を押してました。放送事故だから、ね、もう持ってる。まあいいか。持ってる。そんな、問題児を抱えたしばらつかいんですが。問題児しかいないかな。いないね。いねえな、マジで。そうなんだ。俺が一応まとまったりするから、お前もあれに問題児だけどな。ヒーじゃないんだ、ヒーじゃん。バカにしてんの。あとで説教だな。そうだ、もうここで足をこう、あ、やるか、今やる。逃げた。じゃあまあそんな、じゃああいつ何しに来たの。何、告知くらい付き合ってけよ、お前。そうだ、告知ぐらい付き合ってけよ。告知マン、はい、なんか俺に告知マン、なんか文章がじゃあ、そんなシュバルツ的な告知、どうぞ。11月29日、ニューシングルが出ます。ニューシングル、タイトルは何だっけ？グリズオンワイル。あ、違うね。すげえね。違うね。今回ね、俺ジャケットとかその曲の制作全く関わってないんだよね。あ、そうだ。そう。誰が主に関わってるの？ともやと、
泉。ああ、俺がやりたいものがあるけどちょっと早いなと思って、これはダメってお前ら考えろ。ああ、なるほど。ジャケットデザインとか何まで全部ちょっとやってみようってやらせて、ちょっとどうなるのかなって俺もまいちわかんないと。初めてなんか曲についてまともにこう語らせてる回かもしれない、うん、そうだね意外とね、こういうことちゃんと考えて今までやってセカンドのやつから全部やってきたから。だってちょいちょいなんか真面目なバンドのね、うん、なんか悩みだかなんか相談だかなんか空き時間にするから、ここ二人は、うんうん、だから言ったじゃん、一番まともだってバンドの中で。あ、じゃあ俺も一番まともなんだバンドの中で。ええ、じゃねえよてめえなんかね、チンピラの会員になってるから汚いからやめようかなと思って。よし、じゃあまああとはそうですね、なんかグッズ的な、こっち、まあ、前回彩香が、うん、したんだけど、いや、スケボードもなったけど、もう次本番だからさ、うん、そうだな、ね、灰色のパーカーがあって、うん、T シャツもあって、まあ、スターライトパーカーですよ、うん、パーカー6000円、T シャツ3000円、うん、ラバーベル1000円、うん、こう全部いいのか。あ、うん、まあ、まあ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 、まあ、で、何やったっけな。まあそんなもんですよね。で、ちなみに彩香パーカーのサイズは何だ。また聞くんだ。M L XL です。 XL X はないの。X は、封印しました。あ、そうか、また余計なこと言って。はい、まあ、そんな感じでいいのかな。いい、まあ、いいんじゃない。いい、うん、じゃあ、まあ、そんな、問題児を抱えて頑張ってまとめている柴塚凪さんでした。